はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターハーム2プレイしていきます。はい、今回はねもうバナナ育成終わってる状態です。そして能力こんな感じですね。はい、まあ結構回避も上がって、まあ変動力がやってたこともあってね、賢さも結構上がってきてるかなと思います。で、今回の育成はですね、やっぱりね前回終わってみて計算してみるとちょっとね能力がまだ足りなかったんで、バナナ育成を続けていきました。で、結局4歳までバナナ育成続けたのかな。はい、ってことで4歳の能力はこうなっていました。まあこの間はねずっともう変動床と巨石よけのみ、はい、やっていましたね。もうとにかく適性の低いね回避を上げ続けたって感じで、はい、やっていました。そしてバナナ育成の方は2年と7ヶ月ぐらいかなやってですね、はい、そこで終了して、まあ4歳になってからは油草育成に切り替えていきました。そしてトレーニングの方がですね、重トレが変動床と重り引きだったっけな、重り引き少しですね。まあピークの期間は変動床やって、で準ピークになったら重り引きやるっていう感じで、はい、重トレはやっていました。で、軽トレの方は巨石よけと射的ですね。こちらもねピークの時は巨石よけやって、で準ピークになったあたりで、はい、射的をやっていったという感じで今回となっています。うん、まあ回避は結構上がってきて900ぐらいまで上げたいんですけどね。そんな感じでもうちょっと育てていって、それが終わってからね残りの力とか、うん、丈夫さ、ライフ、命中、ここら辺上げていきたいですね。そしてすでに白銀門も投入している状態なんで、あとは黄金門も投入していきたいなというところですね。はい、まあ今回新技ないんですけど、ここからねやることはセーブしないんで、はい、ちょっと新技もね試しつつやっていきたいなと思います。で、まず何をやるかというとですね、とりあえず休んで、ちょっと久しぶりにあの大会に出ていこうかなと。なんだ、あ、そうそう、このインビテーションマッチね、まずこれ出て、で新技覚えて、このヒーローズ杯やっていくっていう感じで、はい、今回はやっていきたいなと思います。だからまずはこのインビテーションマッチですね。これはもう本当にいつぶりかな、相当久しぶりだと思う。結構この B にしてはここに出てくるドラゴンが強いんですよね。久しぶりに拝んでおこう。おお、これも本当に久しぶり見たな。さて、あ、カルナボ先生来てるんだ。あ、で、これに勝ったらまあドラゴンの育成技術を教えてもらえると。なるほどね。はい、じゃあやっていきますか。はい、ギドラス強いですよね。うん、普通に A ぐらいの強さあると思う。 A ランクの芝と結構いい勝負だと思うな。まあ力と賢さは低いんですけど命中高いですからね、ギドラス。そしてまあ戦い自体は大丈夫だと思うんだけど、大丈夫かな。わらわら、まあ今のところね力低いんで、ウィングブレス、あ、これ当たるよな。40%、 技こんな感じなんだ。芝より全然技少ないですね。なるほど、クローアタックとか覚えてんだな。でも普通にフォームアルファで結構回避あんのか。命中率が低いな。あ、これで勝ったかも。じゃああとはトリオビームでも打つかな。よしまあ強いとはいえね、さすがにこっちも結構育ててあるんで、まあ楽勝でしたね。はい、この大会は結構お金稼げますよね。はいはい出してますよ。もうドラゴンの牙が3000ぐらいで売れるのかな、ってことは6000ぐらいのお小遣い稼ぎにはなるのかな。はい、夏、冬はあれですよね、デュラハンですよね。あ、人気も7上がるんだ。はい、そしてねこのドラゴンの牙3000円で売れるということで、やっぱり結構稼げますね、あの大会で。すでに10月4週になっていて、はい、新技の方も覚えさせておきました。で、今回使っていく試す新技ですね。はい、引っかき力タイプのガッツダウン技、消費ガッツ20でダメージ D、 命中 C、 ガッツダウン C でクリティカルはいいですね。はい、なんか他にも似てるような技がある気がするんだけど、
あ、そうでもないか。この針ぶっ刺しにっていうかな。この針ぶっ刺しのダメージがガッツダウンにいった版がこの引っかきということで、はい。じゃあね、今回はこれヒーローズハイで試していきたいなと思います。はい、ヒーローズハイ、ここはどうだろう。結構強いんでね、まあ A ぐらいの強さかな。そう考えたらまあ大丈夫だと思うんだけど、はい、やっていきましょう。まずつむじから。あと引っかきの方はもうこの力なんで、うん、威力は出ませんよね。ガッツダウンを確かめていくっていう感じになるかな、命中率と。さあどんなもんでしょうか。 39%。 あ、針ぶっ刺しと同じだな。やっぱりここら辺の性能は結構似てるんですね。うん、同じですね。この開口線よりは高いって感じかな。じゃあ打っていくか。はい、これで。さあどうぞ。なんか優しいな。今までの技に比べるとダントツで優しいかも。でもこれでガッツダウンするんでしょ。当たらねえ。なんか音もなくなった気がするんだけど。ちょっと当たらないぞ。やっぱり強いですね、このヒーローズハイの敵は。なかなか。よし。おお、25。なるほどね。あ、体当たりよりは全然ダメージ出るかな。竜巻。あ、当たったらまずかったんだけど。じゃあ、ここら辺で仕留めに行くんですけど、当たらない。回避高いな。なるほど。まあまあ。これも結構強いな。多分ガッツダウンね、20くらいすると思うんで。まあ全然こっちの消費ガッツ分は補填できるって感じかな。はい。で、次がキャラハン。どうしようかな。キャラハンはまあ戦っていくか。他のやつらはね、指示なしでも全然いけると思う。はい、こいつですね。うん、強い。回避もあるし、パワーもあるしな。ちょっと本気でやらないと危ないかも。突進。ここら辺かな、炎突進。ナイスカイクロー。わー、食らった、マジで。121。結構食らいますよね。だったらなんかで返していかないとダメだな。ホームアルファ、51% か。だったらこっちの方打っていく方がいいかな。トリオビーム。今のところやっぱりトリオビームとホームアルファがいいんですよね。尻尾くるくる。当たってんのこれ。当たってないのこれ。マジで。よし、反撃いくよ。50、まあ40だから当たるだ。うわぁ。敵のやつが当たりまくってんな、20% ぐらいが。これは結構痛いんだけど。大丈夫かな ?80 ぐらいで。マジか。まずいかも。この運の悪さ、負けるパターン。かわして。いや、打ちたいんだけど。打たせてもらえねえ。いや、マジで。マジで。まあ、これ仕方ないですね、もう。最後打たせてもらえなかったな。もうちょっと打っていくべきだったが。いや、やっぱキャラハン強かった。さすがですね。これはちょっと指示なしではもう戦えないかな。引っ掛けも全然使えてないし、ちょっとガチになってるっていうね。まあ回避系モンスターは結構運に左右されるってことですね。左右されるっていうことですよね。はい。ただこいつには負けないだろうと。さすがに 6% が2回とか当たることないだろう。100落とし。ここら辺に至ってはもう 1% と。こっちもね、言うほどね、命中率高くないんで、そこら辺が苦しくなってますよね。まあ、こいつは引っ掛けでいいか。マッハパンチ。かわして。引っ掛け。引っ掛け。50%、40% が全く当たらなくなってんな。どうだろう。ローリング来る。まあ言って 1% ですからね。悲しいことに。こっちは 1% じゃないんだぞ、マジで。当たり前かのようにね、外れてますけど。1% じゃないよって。すごいよな、これ。今回、いじめかなってぐらい、ようやく当たった。あ、でも、引っ掛けあるな。ねえ、これで。結構技のスピードも速いし。全然使える技だと思う。よし、これで2勝目。残り全部勝っておかないちょっと優勝が怪しい。
ミニッツか、ミニッツって確か一番弱いんだよな。うん、まあ、キャラハンをピークに弱くなっていくのがこのヒーローズハイですからね。あ、再戦あるかもな。さあ次サティア、はい、倒していきましょう。まあ、キャラハンの弱体化版、一回りぐらい弱いっていう感じかな。ここはね、当然力技を打たせつつ、サンダー 27% がめっちゃ怖いな。当たる気しかしない。ワンツーとかこれレアなんですよね一瞬このカットインが入るレア技ね、この一瞬だけですけど、ここら辺がレアなのかな。技自体はそんなに強そうじゃないんですけど、全くこの、お、当たったか、ついについに当たったか。じゃあこれあたりで、これ当たらない、 50% マジ当たらないな。 20-30% の確率ですよね今のところ。いや負ける可能性あるかな、ちょっと打っていかないと。さっきみたいになる、ワンツー、よし、やばくない、これが当たり前なんだけどな。まあまあ多分大丈夫だと思う、怪しいけど。さあここでミニッツが負けて、あー、キャラハンと再戦あるかも。でここからキャラハンが2連勝すれば、あ、負けたかじゃあここで決勝戦ですね。はい、ミニッツ、まあここは、あ、でもどうなんだろう、さっきみたいに回避されたらちょっときついな。運がある方は一番負けやすい相手かも。フック言って 33% か。まあこっちもかなり回避ありますしね。ジャブかわして、もう一発くらい引っ掛け打ちたいんだけどな、せっかくの。多分もう見ることないだろうし、フリッカー引っ掛けで、マジで修正度は結構上げてるんだけどな、もう。あ、こっちっちったか。かわされますね、 50% は楽にかわされる。あ、超ホッパーロール覚えてる。おおああって感じやけど、引っ掛け、よし、まあ一発当たれば安心だな、これでようやくね 50% 台が当たり始めたなと。でこいつも当然安らかですね。はい、まあなんとかキャラハン戦は負けてしまったんですけど、うん、草食べてるなキャラハンも。まあここら辺は普通に終わったかな。はい、ということで、まあそこそこ引っかき使っていけたかな。結構ね普通に戦いの方が苦しかったんで、めちゃめちゃは打っていけなかったですけど、まあまずまずは打てたかなと思いますね、うん。でこの大会も5000ゴールドでこのヒーローバッジ売れるんで、結構金は稼げますね。はい、ということで、今回はちょっとね新技の方と、まあ2大会ほど出していきました。んー、やっぱり微妙だったな、ちょっと回避はね、回避はあるんですけど、やっぱりもうちょっと命中率上げないと勝率は上がってこないっていう感じかな。はい、で今回の新技引っ掛け、うん、これね多分今後覚えないと思うんで今回試していったんですけど、全然使えましたね。技のスピードも速いし、ちゃんとガッツダウンもしてくれて、命中率もそこそこ良かったんで、うん、普通にねこれも前回の2つの命中技と同じく使える技かなと思いました。ただね、ただ使い込みがあるんで今回は覚えられないんですけど、はい、まあ、普通にモノリスね育てていくんだったら全然覚えて損はない技かなと思いますね。むしろこの針ぶっ刺しよりこっち覚えた方が良かったかもなそんな気もするんですけど、はい、新技のこの引っ掛けはそんな感想でした。そしてね、次回はちゃんと育てていって、まあ、今までをちゃんとしっかり育ててるんですけど、はい、覚醒会まで持っていってもう一気にね大成長させたいなと思いますので、また次回の成長もお楽しみにしてください。それでは今回動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全ては気に上がっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。